プロ野球こんな楽でいいのみたいな。はい、プロ野球なんか成り立つか帰れってよく可愛がってる選手が3人です。石毛投球かなと思います。3人お聞きします。はい、85年86年一緒に西武ライオンズで飯を食いました。うん、厳しい監督広川辰郎さんもいらっしゃったんですが、その前の根本理工さんに対してのちょっとイメージをちょっと聞きたいですね。今一つ言っていいですか。はい、今3人に聞きますっていうのが石毛さんらしいなと思いました。お二人に聞くんじゃなくて3人に聞きますっていう、このあのやっぱりこれがもう石毛スタイルなんですよ。もうそうなんですよ。いいじゃん、話が見えないよ。これが中島茂雄さんスタイルですよ。あの結構パパって中畑さんもそうなんですけど、やーって言いながら、これが駒沢の野球部、駒沢スタイルなんです。そうそう、中畑さんの歌で僕らも演歌覚えて歌って本物聞いたらちょっとずれてたとか、そう、石毛さんでこうチームリーダーとしてはもう石毛さんみたいな人いないと思うんですよ。だけど今3人に来ますとオープニングなかなかないですから。俺もすごく感じたけど、3人だべや、3人聞くんですね。自分にも聞いてるわけよ。だから、ね、まあまあ、それで言うと、まあ、根本さんのは僕あの隣の村の東海村の村長さんの息子さんだっていうのを前から聞いてて、だから入った時からちょっと茨城弁で、親分も変わるわけですよ、親父の言葉が。でまあ多分一番怒られたと思うんです、僕が。だろうな。あ、もう週一、最低でも週一は家に呼び出してくらって、怒られるというか、その時は怒られることやってるんですけど、まあ飯食えと、でも帰れって。一言も喋ってくれず、僕は奥さんが作ってくれたすき焼きを食って帰るだけなんですけど、まあ寮でも怒られましたし、まあ一番怒られたっすね。息子感覚だな、もう。もうそうですね。うん、そうでしょうね。だって当然ドラフト1位で来て、根本さん絡んでるわけですから、うん、でしかもその土井正弘さんに聞いたら、はい、親父からいじんなって言われたっていう。土井さんも何も教えてくれないし、土井さんバッティングコーチだったんだ。はい、土井さんが新任だったんですよ。はいはいはい、だただとにかく打てって言われて、まあでもその根本の親父もそうだけど、ライオンズはきつかったですもん、練習。もうあの本当トイレってかうんこできなかったですもんね。座れなくて。でも俺が入った時は1年前根本さんが監督だったのよ。あ、そう。どうで、どんな感じだったの？キャンプなんて、9時半に寮出て、宿舎出て、10時からアップしてバッティングして、ベテラン田淵さん、土井さん、山崎が12時ぐらいに上がっちゃうの。あ、いや昔はそんな感じでしたよ。昔は。で、あの時俺はブス島さん。ああ、ブス島だ。藤井英二さん、バッティングコーチ。藤井さんいたの？いたもん、阪神から。へえ、うん。それで、おいしげ、立花、ほら、お前ら打て、みたいな。十分に練習できた。ああ、ベテランいなくなったですね。そう。ベテランはもう2時、3時でも、2時からにはもう、2時からって帰っちゃうんだから。で、門限なし。へえ。根本の親父、ポロだから自分で全部管理しろみたいな。ああ、なるほどね。公認主義っていうのか、うん、まあ逆に今は厳しいところだったんだけど、うんうん、そう、プロだからね、はい、自分でやらないといけないっていうね。プロってこんな楽でいいのみたいな。はい。で俺、翔太を持って偉いして、所沢の球場に俺の試合で、俺のせいで負けたんだよね、うん、で、監督室、すいません、僕の偉いのごめんなさいって言ったら、うん、気にすんない、エラーも三振も野球の時代気にしたらいかんぞ、明日頑張れって。おプロってそんな感じでいいんだ。これ学生マジだってトーナメントが、社会人なんかトーナメント、まあ一つ負けるのはこれめちゃくちゃ大きいもんね。そういう感じで言ったらね、気にすんな気にすんな明日頑張れよみたいな。あと、あの駒沢の太田監督って中畑さんもぶるってますもんね。もう太田さんも厳しいよ。厳しかったみたいですもんね。太田さんはジャパンで一緒にやってるからね、厳しいから、よく知ってる、練習とか厳しかったですか？うん、厳しいと思うよ。だからほら、大体中学、高校、大学って厳しい指導者が来てるから、うん、で、プロ入ってもそう思ったら根本さんが、えんだ、気にすんな、やるやろみたいな、そんなんでいいのみたいな。お、うん、1年目はね、石毛、杉本、お岡村、広橋、駒崎、みんな社会人仲間なの。あ、そう、みんなで夜遊びに行ってましたよ。そうなんだ。あ、そう、年ないんだから。そうか、そうですよね、新人なのに。そうか、それでもまあバカかお前みたいな、よくな口癖よく言ったりね。そうですね、僕はもう根本さんとね本当にお話ししたのは、本当最後辞める時かな。だってトレードはだって根本さん絡んでるんでしょ。絡んでるっていうか、僕は根本さんのところにお願いに行ったんだから。そうなの。うん、あのトレード出してくれませんかって
知らなかった？え、西武から？西武から。西武から。うん。はあはあ、西武からあの阪神行くときはね。はいはいはい。あの森さんと僕ちょっと合わないんで。それはもう本当にそういう方なんだ。某 M 監督と会わなくてね。その根本の親父のとこ行くって考えられないことするじゃないですか。その感覚僕は分かってないんだけど、根本さんのとこ行って、いや分かってないと思うんですよ。新人の時にカオさん中日入って一軍にこのまま行っても俺はやることがちょっとできないと、ファームに落として調整させてくれって言ったって言いましたから一軍の首脳陣に。そんな前じゃない新人じゃん。そんな新人います。だって1軍で代打で使われるんだったら2軍でずっと出たいっていうね、そういう気持ちだったからね。それってまともですよ。まともでしょ。まともだけど、全部おかしくない。それを監督に1年目で言いに行ってくる、その心理状態が分かんないから。いや、それその時でも根本さんが何かあったのかって言ってね、いやちょっと森さんとちょっとあのまあ来年もうレギュラーとして多分使ってくれないような気がするんだと、できたら僕はずっと出たいんで、あの他球団で行けませんかって言ったら、分かったってね、すぐもう受けてくれて。それいつ？だから86年 の、 あの日本シリーズ勝ったあと。オフに。オフ。あ、でもやっぱもう大人として扱っ、僕、僕も実は毎年行ったんですよ。家にトレード出してくださいって。で毎年言われるのはバカと。一社員が。どっか出たいからって出してたらプロ野球なんか成り立つか、帰れってよく毎年もう4年間怒られました。あ、本当、はい、そうか。その時はでもスッと受けてくれた。人見るな親父は。ライオンズの根本の親父は当然厳しかったんだけど、うん、ダイエンホークス行ったじゃん、はい、で俺 FA 宣言して1年目、うんうん、で根本さんが専務がその肩書きあったんですよ、うんうん、でほとんどダイエンも出れなかったんで、はい、親父さんもう引退していいですかねですか、なんでだっつって、いやもうずっとレギュラー張ってきて、これずっとベンチ温めてるの面白くないっすわ、うん、もう野球やめて、まあ開通やりますわっつったら、うん、バカかお前。言われました石毛さんでも言われた。へ、球団はなんつってんだよ、球団なんかもう1年って、じゃあやれよって、 お前ら簡単にすぐやめようと思う、あらねえかって、で、ね、ネットだから野球見たいって思うなって、だったらいいよって、もう一度我慢して野球やって、普通の人は引退してネットから野球見るっつうけど、お前はベンチにいて王さんとかいろいろコーチのいろいろ仕事見るいい話だ。なるほど、うん、まあ、解説者より近いところで、ものすごく近い勉強になるね。感情論で判断してんじゃねえかのバカが、ね、バカよく使いましたよね。バカだね、バカ。ああ、まあ、それも一理あるのかなと思って。で2年目同じようなあれだったんだよ、うん、もうやめていいですかと。お、やめていい。ああ、もう1年だ、我慢したから、はいはい、で、アメリカ行きますって言ったら、はって言われて、何しに行くんじゃって、あの CX のパンチョさんと、パンチョ伊藤、はいはい、伊藤さんとね、うん、終わったら一緒にメジャー行こうなって話できてんですよ、うん、バカかお前。曲がりならんっつって、はって、引退したら自由の身じゃんみたいな。アメリカ行く、行ってもいいって、その代わり、大英の肩書きを背負っていけって。はあ、そうなんだ。なんでですかっつったの。なんでって、やっぱ石毛さん、なんでっていうのもすごいですよね、石毛さんも。なんでですかっつったら、お前なって、普通引退したらみんな選手と球団離れるんで、うん、それが普通だと。うん、でも、石毛は引退しても、大英がちゃんと囲って、うん、大英の名称、肩書きを持ってアメリカへ行くということは、うん、あ、石毛はそれだけの人物と思われねえかって、そういう評価があることを覚えておくよって言われる。気を使ってくれてるんよ、はい、向こう行った時にね、その名刺は大きい。だからまあパンチョさんには断って、まあ、実はこれこれこうなりましたんで、あ、でもまあメジャー行けるんだけどいいじゃないみたいになってね、うん、それで一応ダイエーからお金をいただいて、俺は1年間行かせてもらった、ね、あのアメリカの志向ありましたもんね、うん、あの僕アメリカ行って帰ってきた、うん、お前言ってたもん、ね、3年目1人に1年間いたんですよ、うん、でロッカーで一度石毛さんが、おデーブ、お前英語って喋れるようになったかって言うから、まあ僕喋れたじゃないですか、うん、ブコビッチとか、うんうん、そしたら石毛さんが鍋ちゃんに、おい鍋って、前橋工業じゃ英語習ってないだろうって言ったんですよ。鍋ちゃん、僕は石毛さんよく言ってますよ、習ってますよって。そしたら石毛さんが今の下の喋り方がちょっと今、ちょっと今、もう一回言って。いやいや、だから喋れんのか前橋工業、石毛さんバカにされてくださいよって言ったんですよ。
そう、石毛さんが、ダメ1月から12月まで言ってみろよって言ったんですよ。みんなの前で。じゃあダメちゃんが真っ赤な顔して、ジャニオリですよ。フェブリバーディーですよ。言えなかった。やっぱり言えないじゃないか。そういうのが、あ、その頃から、俺はな、アメリカで野球、中畑さんと似てるんですよ。まあ、石毛さんが先じゃないですか。中畑さんだった時、石毛さんだと思ったんですよね。ジャイアンツ行って。ほら、俺はな、アメリカ行ってな、野球をやりたいんだよって。アメリカって俺は興味あるんだ。どうだったって、熱いから、いや、もうすごい勉強になりました、みたいな。うちは行ってたよ、デーブがいて、秋山がいて、相馬がいて、結構行ってたよ。トマシロさんも行って、工藤さんも行って。そうか、そんな行ってた。だいぶ行ってんですよ。もともとは真弓さんも行ってんですかね。クラウンの時に。ああ、クラウンライターね。そうなん、あれは根本の親父の思考なんで、そうみたいですね。さん、くつたにさんとよう言ってたじゃん。あ、そうですね。あ、くつたにさん、そうだね、懐かしい名前がいっぱい出てる。根本の親父って本当ちっちゃなバッグ1個で行くらしいですよ。スーツ1枚で、そうなん、外国何が入ってんだ。そうなんだ、まあまあ厳しい面もあったけど、今思えばやっぱり優しい、そうなんですよ ね、いろんなことを下げ込んで、うん、石毛さんそれ FA したじゃないですか。 FA ってあの頃落合さんが一発目使って、そうだね、でそれからみんなパタパタ松永も使って、ああ、そうか、松永ね、阪神行ったでしょ。そう、うん、あの時ってもう大栄って決めてたんですか、自分が。いや、もう本当に宣言だけしたんですか。宣言した。そうしたら根本の親父が電話かかってきて、お前西武出るのかって言われた。はい、ちょっと監督要請受けたんですけど、現役断るって断ったらやらないって言われたんで、FA 宣言しましたっつったら、俺取ってくれるんですかっつったら、わからんって。さすが。工藤は取るんでしょって。工藤は取りに行く。あれ。俺も取ってよみたいな。そうなんだ。あ、でも今ちらっと言ったんですけど、石毛さん監督要請受けてたけど断ったって、こうちょっとこう。そうや、聞いたね。僕ら噂で聞いてたんです。本当だったんですね。断ったの。なんで断ったの。まだプレイヤーしたかったわけ。だってさ。うん、あの頃俺サードに回ったじゃないですか、うんうん、でね、デーブ覚えてるかな、もう巨人行っちゃったかな、マイク・パングリア・ロールというメジャーリーグ連れてきたんですよ。三塁手、全然覚えてない。三塁手ジャイアンツな、俺36か7、はい、うん、ね、まだいけるね。で、なんでって、うん、まあ今西武ランド強くて多少俺の力だってあるじゃん。 その人間がもう36歳で引退を考えてる時に、うん、なぜ気持ちよく引退させてくれないのかな、なぜ俺の力が、当然ね、組織と思えば、監督と思えば力が弱まってる、戦力補強するのは当たり前と思うんだけど、なんか俺のこともう少しね、気遣ってくれよ、そんなに何、この年で俺に競争しろって言うわけみたいな、分かった、競争したれよと思って、うん、で頑張ったらレギュラー入って、そこ数字残すことできたんだ。だからうぬぼれ強くなるじゃん、やればできる、もっとできるんだってなって、それで監督やり、選手やめろ、監督やれって言われた時に、はって、まだできるのよ、俺、現役で。そうか、そうか、そうか。で、悩んで、いや、やっぱり現役やりたいよな、って、38の決断で FA を宣言した。そうか。でも、いい年で決断するの難しい。やっぱりね、はい、似たのは先輩方ですね。え？その、タオさんの上に物を言うのもそうですけど、38って、まあ、当時は昔はとっくにみんな30過ぎたら辞める話が多かったじゃないですか、当時は。そうそう、あの当時は早めに辞めた。その監督、ライオンズの監督断るってのも半端じゃないですね。まあ普通に考えたらそれでね、ありがとうございますだよね。そうですよね。でもだから監督要請嬉しかったけど、監督はいつかできると思った。なぜか、だからまあやりましたしね、うん、現役断っていったんですけど、まあでもなんか実績からしたら西武の監督やってほしかったね。そうですよね。だからその土地はもう堤さんも神様以上のね、存在、天道以上の存在ですから。堤さん来る時みんなの態度変わっちゃうもんね。だから一応ほらプリンスから西武来て16年お世話になって、社会人時代も含めて、まあプロパーで監督一緒にってこともあったんでしょうけど、それ断っちゃったんで、なるほど、裏切り者みたいな感じに入れたんじゃないですかね。僕正直聞いたのは、僕はトレードの時ですね、そのブス島さんがその時編成の根本の親父が下にいたんですよ。で今親父出てくるから待っとけと、うん、で電話してた。で僕トレードの話があるから来いって言われて球団行ったら、うん、親父出てきて、今からオーナーのとこ行ってくると、うん、うちはオーナーが可愛がってる選手が3人だと、うん、石毛と清原とお前なんだと、うん、だからオーナーがダメって言ったら出れないからなって言われた中で、やっぱその石毛さんの名前入ってましたもんね、やっぱりな。僕が嫌われた原因は優勝旅行に
僕ほとんど一軍いなかったのに、うん、僕の名前が入ってたんですって、うんうん、まあ、金監督とか持っていくんですって、そのオーナーだけ、広告の時にそれはオーナーのお気に入りだから入ってん、うん、そたらオーナーもそのままならよかったのに、うん、あ大久保も呼んであげたんだよかったなって言ったのがきっとも切られた原因だっていう噂はあったはずなんです言わなきゃ、まあ、実力がないのが一番なんですけど、そういう逸話もなるぐらいオーナーの力は強かったんですよね、うん、ダイヤモンドって、うん、まあ、そんな戦いがありましてですね、そうか、はい、その後、まあ、あの大行っても根本さんにお世話になって、うんうん、いろんなご指摘を受けながら、うん、まあでもね、99年か、大英ホークスがあの当時こう覗きの事件があって、ありましたね、地元の西日本新聞が地元の球団をこう訴えて表に出して、うん、で大英ホークスが荒れて、ちょっと根本さんが外れた、本選から外れた根本理工が今度は球団社長として帰ってきて、うんうん、根本王さん、王監督で99年に初めて王監督が優勝したんですよ。そうか、そうか、そういう面では本当に最後の最後に根本の親父はいい仕事をしてね、残念だけどその年に死んじゃったんだけどね。そうね、あ、そうなんだ、うん、その年だったんだ、うんうん、まあでもああいうなんていうかな、本当に面倒を見てくれる、うん、ってぐらいの器の人ってそうはいないからね。そうですね、うん、あのフロント立って ね、みんなサラリーマン的な人多いから、うん、だからその当時は表の川上、裏の根本とみたいな感じで野球界をどんだね、うまく仕切ってくれたっていうところがありましたね。そういうことね、うんうん、ですね、そしてあの、まあ、YouTube チャンネルと言いますと、はいはい、石毛博道 TV が始まりまして、うん、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる、週に2日3日やってる OB クラブ、はい、全国野球振興会、25年の歴史があるんですけど、はい、野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、はい、初代会長は川上哲治さんが、ね、言い出しっぺで、こうなってきてるわけですね、はい、で我々は人生の野球界の先人先輩の意思を受け継いで今その思いを我々がやってるところなんですけどね、でこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないっていう、はい、うん、で今のそういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとかそれをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよ。で今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますから、スタートした、はい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますから、できれば石毛博道 TV と一緒に共にですね、はい、プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってます。はい、はい、チャンネル登録も、ね、お願いします、はい、お願いします、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。